はい、タメ撮りで前回のパートからやっていきたいと思います。さすがにこの回で最終回行くだろうとか思いながらね。なんだここ、えらい行さんベッドありますな、診療所ですかな、なんてね。音楽止まった。なんかピアノの音が何よったのに音楽止まったよ。何かあるんかなこれ。私は孤独だった。親がいなくてこの教会に拾われた。教会では多少の不満もあったけど楽しく日々が過ぎた。次は骨は？あ、これ？あ、そういうこと。いつものように過ごしてたら私はシスターに呼び出された。優しく素敵なシスター。バーストいくつな、そのシスター。バーストいくつっすか。大きいんすよ。おいっす。次は遺体の物入れ。これ？あ、こちらね。でも機嫌が悪いと私は蹴られたり殴られたりした。すごく痛かった。悲しかった。苦しかった。死んでしまいそうだった。いわゆるドメスティックバイオレンスってやつですね。その待遇デバスティックバイオレンス。次は隣の部屋、隣に行けってか。なんこれ、シンプル。なんかシンプル。部屋が。次の日から毎日のように暴力が始まった。ウイルスに感染したけんかな。私は逃げる場所もなく、ただただ殴られたり蹴られたりした。生きる希望もなくなっていた私の目に飛び込んできた光景。次は隣。はい、隣。教会の外から見えた楽しそうな学生たち、羨ましかった。いつか私もああいう風になりたいと希望さえ持った。でもシスターによる暴力は毎日続いた。そんな場面を目撃した夏川くんが私を救ってくれた。マジで夏川くん超イケメン。嬉しかった。一緒にいたかった。次は最後の部屋。ちょっと待って、左に下にある、これ浮気ありそうなの。何だった？何もないん、何もないんかよ。セーブと。来ましたー、ゴーストゆずか。君の言われた通り来たよ。私実はここの孤児だったんだね。そう、しかもここで小さい頃にもう死んでいる。生きてなんかいない。あ、これ声変えるの忘れた。カイト君だよ。カイト君もだよね。そう、あ、そうか。実は僕もすでに死んでいたのか。死人が自分を死んでいないと認識していることはよくあることです。私は死んだってもジョブスすることができなかった。やっぱり学生になりがたくなりたかったし、普通の人として生きたかった。でも叶わなかった。怒り、憎しみ、悲しみ、記憶だけの私に湧いてきた感情がこの教会の幻影を生み出した。そしてできたのがこの呪われた教会。今では私はエヴァを消すことはできない。あなたと一つに戻ることでこの幻影とも向き合えるかもしれない。今の私には記憶しかなく、それは悲しい。このまま記憶の塊として生きていくのが辛い。ごめんね、全然気づかなくて。あなたが今まで記憶してくたことは全部幻影だった。初めから何もなかった。カイト君に助けてもらったけど、カイト君もこの場所で殺されちゃった。痛かった、辛かった。この教会から出ることもできずに、ただここに存在する。あなたはこの記憶を受け止めれる器にならなくてはならない。今のあなたには重たいかもしれない。でも耐えられなきゃ何も変わらない。だから私の今までの記憶を受け止めてよ。いくよ、ワン、ツー、スリー、ダーク。反撃、反撃できたんやけど。そしてゲームオーバーになったんですけど、わかった。受け止めるから、次は受け止めるから、カット。逃げろ。なんか切れる、逃げろ。これ何？
これ何？いや逃げろ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 。あーエスエスエス。これでいいんだね。もう一人のユースか。ちょっとどういうこと？どういうこと？ちょっとどういうこと？どういうこと？ちょっと待って。殺せって言いたいの？ちょっと話が違うことない。カット。倒せって言いたい？倒せていい？倒していいこれ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 ？倒してイングリッシュ！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 やばいぞ、HP が持たないぞ。倒してイングリッシュ！倒してイングリッシュ！倒していいんだろうけど、強いぞこいつ。いつやの化け物と違う意味で強いな。よいしょ。おっしゃ、いいぞいいぞ。よいしょ。出てくるポイントにもよる。出てくるポイントにもよる。よいしょ。倒したときに出てくるポイントにもよる。よいしょ。よいしょ。これはいける。まだいける。いけるぞ。いいぞ。いいぞ。このパターン、このパターン。あっ、やばい、やばい。あっ、あっ、あっ、ノックバック。ノックバック。ノックバックな。ノーノックバック。ノーノックバックよ。ノーノックバック。よいしょ。あっ、近い近い。危ない。よいしょ。切って、ここでこう曲がって。よいしょ。よいしょ。いいぞ、いいぞ。このパターン、このパターン、このパターン、このパターンです。このパターンですよ。いいよ、いいよ。このパターン、このパターン。よいしょ。よっしゃ。倒したー。倒してよかったんや。受け止めてよとか言うて殺すもんなんだ。反撃していいんやこれ。ありがとう。やっと私は元に戻れる。あなたが生み出した憎しみの悲しみのシャーニングソードフィン。ちゃうな。いやもういいや。それはいいやもういいや。そういうパロディはいいやもう。突き出して原因を壊すの。そしてこの境界から出るのよ。そこの骨は私とカイタ君の骨よ。あれそうなんじゃ。これか。これが僕たちの死体か。実感はないけど私たち一つに戻ったんだね。本当に悲しいことばかりだった。今の君は一人じゃない。僕もいる。だからユズカ死んでいようとも僕は君が好きだよ。こんな時に告白しないでカイタ君。私もカイト君が好きって。さっき出会ったばかりの人に好きとか言えるんですか？そういう劇的リア充あるんすか？やめてよね。あとはこの教会から出るために君が生み出した原因を倒しに行こう。うん、うんはいいけどちょっと HP 少ないんですけど、これどうにかならんすか？あれ？ナイフくれん？あれ？ナイフが出てこない。え？そう、どういうこと？あんだけバンバン吹いよったナイフがどこ行ったのかわからない。え？どういうこと？とりあえず回復しまーす。あ、くれよるんで。いけるいける、ね、なんで出んかったかわからんけど、とりあえず OK です。今回も長い旅になりそうで、次のパートに行くかもしれない。で、私はどうすればいいの？倒すったって。まさかまたあそこの地下を行けって言いたいのかい？ OK、ベイベー。あ、やめ。あ、まだノックバックです。ノックバックです。ノックバックです。これはあかんぞ。ゲーム的に、あれやな。よいしょ。とりあえずまた地下行って、スーパー青デブを倒さないかもしれないね。よいしょ。オッケー。俺、いいね。やる。こいつだわ。ここにヒレってことだ。で、あいつはまた倒せってことだ。あいつ倒すにどんだけ苦労したかわからんのか。くそー。また来たでー。おばあさんっすね。くそ。ゆっくり来てんじゃねえよ。オッケー。とりあえずもう入っていいんだろうねなんて思ったり。よっしゃー、したよ。今セーブはしたよ。ルート2、ルートさんの2つのエンディングを選びます。それとも準備しますかって。ルート2とルート3どっちだったっけ？前回の3かな、2だったんかな。前回音楽が違う。ごめんね。私が生み出した幻影、痛み、悲しみ、憎しみ、
うがうがうが。楽にしてあげるからね。ああ、もう、敵が多いのは相変わらずですか。BGM が違う。BGM が違うだけでなんか違うぞ、この雰囲気。うめえ。あ、そうっすか。不死身っていうのは変わるのっすか。私は死んだ。脱出できずに。まあ、難しいことは分かっとったけんな。楽にしてあげるんだ。楽にしてあげるんだ。楽にしてあげるんだ。どうにかして楽にしてあげるんだ。楽になれ。楽になっちゃえよ。走れ走れ、俺走れ。ああ。詰まった。ダメですな。とはいえ、この、なんつうかね、あいつの突っ走り方って言えたら、おかしいレベルですよね。どうするどうする。どうすればいいこれ。どうすればいいこれ。あのゾンビに引っかかっとるところを見て、起きたー来た、いけたんじゃんいけたんじゃん、やったー、ゾンビありがとう。あのゾンビありがとう。ガガガガガガガー、魚介の出口の鍵を手に入れました。本当は私が行きたかったんだよね。私が行きたいって願ってた。気づかなくていうごめん。そしてさようなら。出よう、もうここに縛られることもない。僕たちは旅立つんだ。うん、大丈夫だー。あと、セーブできないのかい。脱出だ。過去なんかにとらわれた。俺たちは俺たちで生きていくんだ。未来を切り開くのは誰でもない自分なんだ。そうだ、俺たちは外に旅立つ。この未来を作り出す。私たちは教会を出た。その日は教会に雨が降り注いだ。教会を洗い流すかのように大粒の涙が、清められるかのように私たち二人は天へと旅立っていきました。え、天へって どういうこと。永遠に一緒だよカイト君。天へって、成仏。ちょっと待って、生きるんじゃないのか。二人の旅立ち。え、まさかこんな展開だとは思わんかったね。最後の最後で二人目のキャラクター出てきたし。結局あの助けてっていう女の子で声で聞こえてきたんやけど、あれあれはなさったん、もう死んだん。少なくともこのカイト君の声ではなさそうだったと思うけどな。カイト君があんな高い声だったらちょっとあれやな、引くな。うん、こういう真実があったんですね。エンディング全部見ないとわからない真実ってやつですね。まあ一つ目に至ってはただ逃げるだけだったけんな、わけもわからず倒して逃げる感じ。つかエンディング、まあ死亡のどけたら3つあるわけじゃん。その三つともが全然違うような内容だったよな。一つ目ただ逃げやで。二つ目なんか、ここにおった人の探求していた、とか、調査していた人の頃を聞いて、この教会の主が偉いことに手を出してるから、それを止めさせる的な感じ。三つ目が自分たちのために戦うとかいう。最後だけなんかすごい感動的な感じだったよね。Thank you for playing!長かったね。何これ。あ、終わった。消えたスタッフシットがあるんやけど、何それな、なんだ。開かないじゃねえよ。あー、魂になってる。俺魂トム・ブラウンだって。よくわからない世界に入ってるよ。 A バグ修正とかいろんな面で世話になったブラム監督。うん、そうっすか。もうバグ多かったと思うよ、確かに。いや、作者ですよ。ラルムいかがでしたか。
ほとんど設定なくアドリブでやってました。セリフのアドリブですね、マジで。ゆずかが死んでる設定は初めから決まっていました。予想外だったでしょう。仕方なかったんです。キーキャラの夏川くんのそのあたりもすでに決まっていました。しかし自分でもここまで壮大なことになるとは予想外でしたね。びっくりですよ。また機会があればよろしくお願いします。ほんの少し余興でスタッフ室から出るための鍵を企画していますよ。マジで。デバッグやシナリオの相談に乗ってもらって協力者の人にリット先輩。ああ、これがそうだって言いたいのね。オッケー。ひどいや、みんな殺していくんだもん。無害で何もしないよ。ここいだかき、ピアニストだもん。結局無害のままだったんやね。何もなかったんや、これ。最後の最後で分かったわ。あいつの存在意義。ちょこちょこバグを見つけてくれていたライマーデバッグか。そうですか。スタッフ室の鍵めっちゃ簡単に手に入ったっす。出ていけ出ていけ出ていけ、わーす、よーい。あ、ここに出るんやね。あ、というわけで今回ラルムの最終回ですな。なかなかすごいラストです。結構時間かかったと思うよ。ラルムパートは11で終わったけど、収録時間結構多かったけんな。正直結構しんどったけん。ゲームオーバー集とか作ったら多分30回ぐらいはゲームオーバーになっとんだろうかな。もっとかな。えらいこっちゃやでって感じだったわな。というわけでまあ今回はこの辺で、ラルーム最終回完結おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます。なんとなく3回言ってみました。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。 See you again。